今回はひき肉とレタスのチャーハンの作り方を紹介します。牛乳を使ったひき肉とさっぱりしたレタスを合わせてバランスが取れた美味しいチャーハンです。少ない材料でささっとお手軽に作れるレシピですよ。それでは作っていきましょう。まず合わせ調味料を用意します。醤油大さじ1、酒大さじ1/2、オイスターソース大さじ1/2、ごま油大さじ1/2、砂糖と味の素を少量入れ合わせておきます。材料はご飯 260g、卵1個、豚ひき肉 30g、レタス1枚を食べやすい大きさに手で切り込みます。長ネギ大さじ1、ニンニク生姜縦小さじ1。鍋に油大さじ1を入れ、ひき肉を炒めていきます。上から軽く潰すようにして、ひき肉を炒めていきます。ひき肉は完全に火が通るので、しっかり溶いてください。そしたらパチパチと音が鳴り出してきたら、ニンニクと生姜を入れて炒めていきます。入れないようにして炒めます。このくらいひき肉がカリカリになるまで炒めたら、合わせ調味料を入れます。これをひき肉と軽く炒める程度で炒めます。そうしたら、炒めたひき肉をご飯の中に入れ、よく混ぜ合わせておきます。スプーンなどを使ってご飯の塊を軽く潰しながら合わせておくと、後で炒めるときに簡単になります。このようにして合わせておきます。鍋をよく温め、油まで通しておきます。その間に卵を混ぜておきます。鍋に油が馴染み、温まってきたら油を切り、冷たい油を大さじ1入れ、そこに卵を混ぜ合わせます。卵を一度だけかき混ぜたら、この上にご飯を入れます。ご飯を入れたら、卵が一体になるように炒め合わせていきます。あるので、あとはチャーハンがパラパラになるまで炒めていけばいいので、味のタレを絡めてあるため水分が多いので、鍋はあんまり弱火しないように炒めるのがポイントです。このくらいパラパラに炒まってきたら、ネギを入れます。炒めすぎないように後半に入れることで食感と風味が良くなります。最後にレタスなど軽く合わせれば OK です。レタスを入れたら火を止め、炒めすぎないことでサクサクの食感を残すことができます。さらに盛り付けます。
ることでパラパラなのにしっとりしたチャーハンに仕上げます。これでスニットレタスのチャーハンの出来上がりです。味付けも簡単でお手軽に作れるので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。